おはようございます。エンゾーです。2月22日、朝会、よろしくお願いします。初めての方もいらっしゃるんで、自己紹介させてください。私、エンゾーと申します。25年ぐらい、えー、銀行で為替ディーラーやってました。その後、お個人投資家やってます。合間に、このように YouTube 等で情報を配信してますので、この動画よければ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、まあ、昨日は注目材料が2つ。FOMC 議事用紙と、 NVIDIA の決算ということでまあそれぞれここに書いてあるように FOMC は比較的予想通りの結果 NVIDIA は予想を上回る決算が出たということで時間外で NVIDIA 株上昇していますねでまずここには書いてないんですが、えー、日本の貿易収支ですよねこれ、まあ、実は貿易収支って非常に重要で日本ではないですけどかつて 為替ってアメリカの貿易収支が減ってれば買われてドルが買われて、えー、貿易収支が減ってればドルが売られてみたいなことがあったわけですよね、まあ、なぜかっていうとあの、まあ、投資にしろ投機にしろどっちでもいいんですけどその買ったドルは絶対売られますよねいつかはねそれがスキャルピングであれば数秒後かもしれないしスイングだったら数時間後数日後 まあ長期投資といっても3年5年でどっかで返ってくる日本からアメリカに投資したのであれば返ってくる可能性もあると、まあ、米国債なんかずっとあの何十年も行ったっきりですけどまあそうだとしてもいずれ帰ってくる一方で貿易収支とかまあ企業買収とか、まあ、そういうのって行ったっきりですよねでそういうのが結果としては為替のお の方向性を決めるみたいなことがあってやっぱり昨今日本って貿易収支がずっと赤字なんで、まあ、それで円安が続いてるって部分もありますよねで今回で見れば輸出が7兆3327億円ということで11.9%増えたんですよねこれ2ヶ月連続増加一方で輸入が9兆910億円で9.6%減少で10ヶ月連続減少 そうとはいええー、差し引き1兆7,583億円の貿易赤字ということで2か月ぶりの赤字まあ赤字額自体はあの1月としては減っているというところなんですよねうんまあここら辺やっぱりこうやって、えー、と見ていただけると分かるように 去年に関しては、こう見ていくと、ざっくり言って、10兆円ぐらいなんですかね、貿易赤字。で、22年は20兆円ぐらい赤字だったんで、まあ、それは減ってきてはいるというところで、引き続きこの貿易赤字が多いか少ないか、で、それで決定的に円安、円高にはの材料になるとは限らないんですけど、一応注目材料というところではありますね。 でえー、バーキン、えー、レッチモンド・レンギン総裁、財価格のデフレサイクルは終わっても、望ましい水準より高い住居費やサービス価格が残ることが懸念されている。やっぱり粘着質なサービス価格っていうのの低下っていうのを、なかなか見通せないっていうところが、またこの FMC っていうところにもつながって、わけで技事用紙にも書かれてたんですが、なかなか低下しないよね、インフレがね、特にサービス価格がねっていうところだと思うんですよね。 で注目された4時、えー、に発表された議事用紙なんですが金利をいつまでも現行水準に維持すべきかは不透明感が存在する中政策担当者の大半が時期尚早な利下げに対する懸念を示したいたことが分かったまあこれはある意味予想通おり、まあ、こんなのが出るだろうなっていうところだったわけなんですよねはいまあ うーんやはり他にの意見としては利下げを検討する前にインフレ低下に対するより大きな確信が必要であることにおおむね、えー、同意したというところですよね。あとは一部の参加者は経済がこれまでと同じように好調を維持すればインフレの進展が停滞するリスクも指摘したというところですね。うん まあこんなような感じの意見が出てたわけなんですがあとは、まあ、不確出席者は制約的な金融政策のスタンスがいつまでも必要なのかという不確実性を強調したというところですよね。うんあとは 多くの出席者は次回の会合で保有資産の縮小に関する詳細な議論を開始することが適切だと言及した、まあ、これは QT に関する部分ですよねえっ、えー、と今えバランスシートを縮小させてるんですがえっ、ー、とリア金利が非常に高いところでこのバランスシートをちょっと縮小しすぎじゃないかというところでこれを変更する可能性もあるというところがちょっとあの次回の会合 で、えー、話し合われるかもしれませんというところですよね。はい。えーまあ、そんなところで、えー、あとは出席者らはこの現行の政策金利がこの局面でピークとなる可能性が高いという判断をしたというところですね。あとは数人、これは少ないという意味なんですが、数人の出席者は、 過度に制約的なススタンスを長く維持まあこれはえっ、ー、とここの部分はハト派的な部分というところなんですがまあハト派的な人は数人にとどまったというところでまあとは言っても次回6月の次回じゃないですねあの6月の会合でのあの 政策金利の引き下げというのがいまだやはりメインのシナリオというのがマーケットのシナリオであることは変わりないかなというところではあります。あとは、えー、20年歳の入札がありました。この入札、若干不調でした。応、えー、札倍率、応、まあ、札倍率を見るのがまあまあいいわけなんですが。 高札倍率が2.39倍ということで前月の2.53倍平均の2.62倍を下回って2022年8月以来の低水準になったということで人気なかったですねこの20年債。もともと20年債ってあまり投資家の需要が少ないんですよ長めなところを買いたい人は10年債ですしもっと長期の,あの年金運用とかまあ政府とかの 運用をしている人たちっていうのは20年じゃ短すぎるんで30年歳なんでもともとこの20年歳って中途半端な年限っていうのもあって、えー、る部分もあるかと思うんですよねまあただ今回のはそれとはまた別の材料だったというところなんですがでアメリカの2年歳は4.612から4.66110年歳は4.275から4.31830年歳は 4.449から4.48にそれぞれ上昇しましたよというところですね。はい、あとはアメリカの株価、えー、こんな感じになりました。えー、ダウは引けにかけて、まあ、ずっとみんなマイナスだったんですが、引けにかけて、えー、若干上昇48.44ドル、ナスダックが0.32%下落、SP500 は0.13%、えー、上昇。 えー、ラッセル2000は0.47%下落というふうになりましたでこのような感じですよね、まあ、ちょっと総じてバラバラなんですけどうん割と全般的にはテック系とかは上がったエヌビ i アとかは,ここはあのやっぱり決算前だったっていうこともあって売られたりしましたけどまあ総じてこ動きだったエヌビ i アの決算ありましたからねあのうんあの 様子見の市場になったのかなというところで、ね、ビックス数は15.34%ということであまり変わらずということで今先物市場なんかはナスダック110ポイントということで0.63%上昇 SP500 も0.57%上昇というところでしたね,ねで、えー、まあ注目されたエヌビディアだったんですが純利益8.7倍 AI 需要が急拡大ということで引け後6%ぐらい えー、NVIDIA の上昇株上昇、まあ、直近10%弱ぐらい下落してるんですよね、NVIDIA ってねあのやっぱり、えーっと、なんていうのかな、この、えー、っとそうですね、NVIDIA、えー、NVIDIA ということではい。 直近、ええー、七百五十ドルぐらいのところから。まあ、六百七十四ドルぐらいで、えー、昨日は引けて。でも、ここから、ああ、大体今六パーセントぐらい、まあ、一時十パーセントぐらい上がったんですが。決算好調だったということで、あのー、上昇していってこいというところに、なっていますね。まあ、あのー、市場が非常に注目したところだったわけなんですが。 まあ良かった良かったというところですよね。純利益が前年同期比8.7倍の122.85億ドル、まあ、1兆8400億円だった。市場予想は上回りました。市場予想は上回りましたということですよね。うん、売上高3.7倍の221.03 3億ドルというところですね。やっぱりこれ強いですよね、n b うん。 まあ今日の東京市場これを受けて半導体とかが上昇するということになるんでしょうねやはりでブルームバーグもまあ似たようなニュースですよね今日なんか今日の5本がないっすね、うん、予想はまある決算でしたということですよね半導体企業やっぱり台湾人脈がすばらこう結構 締めてますよねあとは FMC 時期尚早な利下げはリスクという声がた大半だったまあこれ今までのスタンスを変えてないっていうところですよね、うん、あ今朝の5本ありましたね、うん、ここにああんか、えー、ニューヨークのマンハッタンに向かう通勤列車がのじ故障が原因で ラッシュですねとというところみたいですねただニューヨーク郊外からの通勤客は2019年の水準の7割弱というところで去年は6割ほどだったということでまあ徐々にリモートも少し戻ってきてるのかなという感じでまあでもそれでもリモートの影響はありますよね。で FMC は少時期尚早なり利下げを警戒。NVIDIA、えー 中国は株取引の規制をさらに強めた。まあこれ、日本もやりましたからね、昔ね。うんまあ、中国は日本のバブル崩壊を、うん、すごく勉強してると言いつつも、やってることは同じかなという気はしないでもないです。うん、はい、えー、そのような状況になってますということで、ドル円なんですが、ここ、えっ、ー、と、うーん。 FMC 技術用紙の直後にこうちょっと乱高下したんですが一旦下がってまた上がってきてるということではえっはレジスタンスの1が150円の4あたりがレジスタンスになってたんですがピポットですねまあそこが止められて現状は150円の3丸ぐらい150円の1号が今のところ今日のデイリーピポット上が 450付近下が95付近ということでなかなかこの150円ばさみのレンジをこう抜けきれないですよね、まあ、上も重いし150円割れも硬いということで、まあ、これオプションの影響もあるとは思うんですがただ、えー、とどちらかというとドル安気味このようにユーロ1.08台前半ですし、えー、ポンドドルも 上昇した後、まあ、1.2670まで行ったんですけど2635ぐらいで5ドルはちょっと落ちてますかね結果としてユーロ円が高値付近高値更新してきてますよね今162円の60これやっぱり162円台前半がサポートして162円後半に向かう動きになってますよねでポンド円も似たような動き190円もう接近してきてますよね ルドル円ちょっと少し弱いんですけど、それでもデイリーピポットの98円40付近がこうサポートされている、ニュージーランド円はまあ割と横横ということで、ニュージーランド円自体全体で見ると、非常に高値圏、高値更新してきてますので、まあ、これは利上げ観測みたいなのも出てきていますよね。うん 大手口があ、えー、とニュージーランドの2回の利上げ、えー、RBNZ の2回の利上げ予想みたいなのを出してきたそこら辺もあるのかなというとこですよねまあ総じてドル安なんだけどえー、っとなんていうのかな、えー、円安であるこうどっちかというと直近ドルは下落してますよね日足しなんですが上値が重くなってきてドル安なんですけど、えー、ドル円以外は ドルが下落してるんですけどドル円は円安でもあるんでそこが落水してるっていう流れがまあ続くのかなという感じはします。はいということで今日はエ v ビディアの決算を受けて今日経平均先物の,の気配が38,695円あたりになってるんでまあいよいよ38,915円かな。あの,ーの 引高値ぐらいを89年12月末の高値をもう一度トライしに行くのかここなかなか抜けませんけどねえそこら辺がまあ今日は注目材料になるかと思いますはいということでこの動画が良ければいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします寒いですね冬が戻ってきちゃいましたけど皆さんいってらっしゃい